いい天気も何でもできる気がするということでね、気分が上がると何でもできる自信が出てきちゃいました。そんな時はね、頑張りすぎないように腰回りをほぐした方がいいんですよ。やっていきましょう。私、何でもお任せください。これふざけてないですよ。腰回りはお尻の筋肉をほぐすことも大切なんです。私に前髪してそのお尻を前にするように骨盤を前にお任せください。はい、皆さん今日も元気にいきましょう。もう一度元気にいきましょう。ほっほっほ、あー気持ちいい。